みなさん、こんにちは。今回は津山市の特定健診とがん検診について紹介します。こちらは岡山県国民健康保険団体連合会のハレルンとナマケルンです。特定健診とは、生活習慣病の早期発見のために国が定めた健診です。血液検査と尿検査を中心にした健診で、糖尿病、高血圧症をはじめとする厄介で長引く病気の兆候、リスクを詳しく調べることができます。年に一度継続的に特定健診を受けて、生活習慣病についての心配事を解消しましょう。津山市が行っている特定健診について教えてください。津山市の特定健診では、皆さんの健康状態をチェックし、早期に慢性疾患や生活習慣病のリスクを発見することを目的としています。対象は40歳から74歳の津山市国民健康保険加入者の方全員で、治療中の方も含まれます。対象者には毎年5月下旬に特定健診の受診券を送付します。社会保険にご加入の方は、加入している保険者へご確認ください。具体的にはどんな検査があるの？特定健診の検査内容は、身体測定、血圧測定のほか、尿検査、血液検査、心電図検査などがあります。糖尿病、高血圧、脂質異常症、腎臓病などの生活習慣病は、初期は無症状のため、特定健診で早期に発見することができます。これらを放置しておくと、心筋梗塞や脳梗塞などの原因にもなります。検診を受けるには費用はどのくらいかかるの？医療機関で受ける個別検診では、40歳から69歳の方は1000円で、70歳以上の方は500円です。集団検診では年齢に関係なく、皆さん500円で受診することができます。がん検診とは、がんを早く見つけて早く治すことによって、がんで亡くなる方を減らすことを目的として行われています。がん検診は、健康な人や特にがんのリスクが高いと考えられる人に対して定期的に行われ、がんの早期発見や早期治療の機会を提供するための重要な取り組みです。津山市の行っているがん検診について教えてください。津山市では、肺がん、胃がん、大腸がん、前立腺がん、肝炎ウイルス検査、乳がん、子宮がん検診を行っています。前立腺がんは50歳から69歳の方、子宮頸がんは20歳以上の方、その他の検診は40歳以上の方を対象に行っています。子宮がん検診は21歳の方、乳がん検診は41歳の方に無料のクーポン券を送らせていただいています。がんが見つかったら怖いなと思っている方もおられると思うんですが、確かにがん検診を受けてがんが見つかったら怖いですよね。
がん検診でがんが見つかった方は 1% もいません。 99% 以上の方はがん検診を受けてがんでなかったと安心を手に入れることができています。またがんは早く見つけると治る病気でもあります。早く見つけて早く治すことが今後の安心にもつながります。なるほど、多くの人ががん検診で安心を得ているんですね。それでは現場の声を聞いてみましょう。ゆっくりで大丈夫ですよ。去年まで仕事してたんで、あの職場の方で受けてたんで、今回初めてこうやって1年に1回はこうやって検査した方が、今ねやっぱりがんとかいろいろあるんで、早期治療にも役立つんじゃないかなと思います。はい、毎年あの検診は受けられてるんですか？今年で2回目になります。ここは、はい、私自身が以前検診でがんが見つかったので、とってもやってよかったなと思ってるんで、はい、じゃあ今後もそうですね、受けていきたいと思ってます。はい、では詳しい受診方法を教えてください。特定検診当日は特定検診受診券、問診票と健康保険証、受診費用をお持ちください。特定検診の受診券がお手元にない場合は再発行できますので、医療保険課までご連絡ください。がん検診は津山市に住民票があり、対象の年齢であれば誰でも受けることができます。受診券などは必要ありません。医療機関で受ける個別検診は1月31日までになります。医療機関で受ける場合は各医療機関に直接予約をしてください。今年度最後の集団検診は2月15日木曜日から17日土曜日の期間になります。集団検診の予約は予約専用電話 32-7009 へご連絡ください。混雑が予想されますので、お早めに予約の連絡をお願いします。人間ドックって高いって聞くけど、女性はないの？津山市では受診時に津山市国民健康保険に加入している35歳から74歳までの方を対象に、人間ドックを受診した費用を助成する制度があります。岡山県内の医療機関で10割負担の人間ドックを受けた場合、上限2万円を助成します。さらに節目年齢では上限額が3万円にアップします。人間ドックのメニューは、特定検診の全項目は必須項目、腹部超音波検査、肺がん検査、胃がん検査、大腸がん検査の選択項目は、このうち3項目以上を同時に実施している場合に対象となります。また同時に脳ドック、前立腺がん、乳がん、子宮がんの検査を受けた場合は、各項目の追加助成もあります。領収書と明細書、検査結果、印鑑、未使用となった特定検診の受診券等を持って医療保険課または各支所出張所で申請してください。申請には期限がありますので、お早めにお願いします。詳しくは医療保険課までお問い合わせください。検診をまだ受けてない方は最後の機会です。皆さん、健康と安心を手に入れるために、ぜひ検診を受けてください。